13世紀のイエメンの奴隷史上イスラームと奴隷制ではイスラム世界で奴隷が果たした役割とその地位、変遷などを解説するイスラム社会では奴隷は自由人とは明らかに異なる身分を形成していたアラビア語ではラキーク以外に男奴隷をアブド・マムルークあるいはグラームといい 女奴隷をアマあるいはジャーリアと呼ぶ。アラブの歴史世界では、アブドは、ブラックアフリカの黒人奴隷を指し、マムルークは、トルコ人やスラブ人などの白人奴隷兵を意味する観光が早くから、成立していた。ムハンマドは奴隷を所有していただけでなく、さらに戦争捕虜の奴隷化と売買、ついでに捕虜として確保した、ユダヤ人の女性を妻としている。 このためイスラム教は、奴隷イコールワルという立場を取らない。ただし、奴隷の取り扱いや福祉には、規定が存在しており、奴隷を解放することは善行であると記されている。また、女奴隷に教育を施し、解放し、結婚した者には、天国で2倍の報いがあるとされている。奴隷には恩情を持って処遇せねばならないとされ、聖天クルアーンには、両親に優しくあれ。 また、近親者、孤児、貧者、血縁の隣人、血縁のない隣人、近くの仲間、旅人、そして、自分の右手が所有する者に、コーラン第4章36節という記述があるほか、イスラム社会黎明記における、ムハンマドの発言として、誰であれ、自らの奴隷を殺した者は殺し、奴隷をフグにした者はフグにするとの言葉が残されている。 奴隷獲得における規定が存在し、ジハードにおける戦争捕虜を奴隷とすること、あるいはすでに奴隷であるものを奴隷商人から買い受けることは許されているが、単なる略奪行為の一環としての奴隷獲得は禁止されている。ムハンマドが所有していた黒人奴隷の一人であるビラール・ビミイ・コール・ラバーフは、現代においてもイスラム教の偉人の一人として、 特にムアジーの間では目指すべき理想像として尊敬の対象となっている。イスラム教における宗教指導者であるムフティは奴隷の身分であってもイスラム法学に引いてていればなることができた。実際に奴隷のムフティは数多くの事例がある。また、イスラム社会では身分の流動性があり、奴隷をやめて上位の身分になることも 能力次第では可能であった。バグダードに生まれたイブン・ブトラーンは、奴隷の購入と検査に関する有用な知識の書という、奴隷購入の手引き書を表している。この書では人種に対する差別と偏見を、科学的言説でことしており、また、各人種全てに対する別紙やステレオタイプの、一貫という性格が強いものの、肌の色が黒ければ良さが現じられる。 黒人女性は臭いので性的搾取のための女奴隷には向かないなど黒人に対する差別意識も強く見られる。また、残寿の子供であっても白人との婚姻を繰り返して三代を減れば黒人は白人となると記されている。黒人の血が混じることにより厳格だった近代アメリカに比べた場合、 イスラム教に対して擁護的な著者は、イスラム社会が早くから異民族の受け入れに、先進的な社会観光を作り上げてきたことがわかると、する。アメリカ黒人奴隷のように商品として売買され、耐久消費財として人命を消費されてきたのと比べると、イスラム社会の奴隷は、身分の一つであって人間であることまで否定されていた、わけではない。だが、 ヨーロッパ人に奴隷を売っていたのはイスラム教徒のアラブ人商人であり、また、リビングストンやケースメントなど、奴隷配信運動家はアフリカにおけるアラブ人奴隷商人の蛮行を多数目撃している。ただし、異教徒に対するジハードであるとの名目で奴隷狩りが頻繁に行われたこともある。イスラム社会の支配者たちは商人たちが、 奴隷狩りや誘拐、詐欺などで連行してきた、ヨーロッパ人やアフリカの黒人を奴隷として使役し、親衛隊や管理などに利用してきた。彼らの待遇は、一般的には、周辺地域の奴隷よりよく、奴隷から司令官や執政官、さらには、君主の位まで上り詰めた者もいた。しかし奴隷であることには、変わりなく、 人間の形をした道具として差別に苦しんだ。オスマン帝国ではハレムでの勤務用に虚勢される子供もいた。とりわけ女性の奴隷の場合は他の地域同様に性欲処理の道具としてみなされ性的な虐待を受けることも少なくなかった。ハレムの女性はこのように自由なく厳しい生活を強いられなければならなかったが、しかし一び自身の産んだ息子が スルターンとして即位することとなればバーリでスルタンと呼ばれてハレムの女主人として高い尊敬を払われる身分となる。オスマン帝国では一時期母校による権勢が強まり女人政治、女人の天下とも呼ばれる時代も出現した。イスラム教諸国での奴隷制の禁止はヨーロッパによる植民地化以降のことであった。またトルコ、イラン、イラク、シリア、 アルジェリアなどの世俗主義と近代化を標榜する勢力が国権を握った国でいち早く廃止された。現在でも原理主義を守っているサウジアラビアでも1962年11月26日に当時の首相であったファイサル国王によって出された内政基本政策10カ条の10番目として奴隷制度の廃止とすべての奴隷の解放が明示されている。 また奴隷取引の列強による禁止及びジハードの事実上の消滅により奴隷獲得手段が消滅し奴隷そのものが消滅した。ただしイスラムは原理主義的な一面が強いため奴隷がイスラム教に背むくという明確なファトワーは出ていない。逆にイスラム教における奴隷はヨーロッパ人によって行われた過酷な黒人奴隷の 取り扱い方と同一のものではないとの主張が多いが、奴隷貿易の最盛期、ヨーロッパ人に奴隷を買って売っていたのは、イスラム教徒だった。マムルーク・アサなお、解放された奴隷がムスリムである場合、軍人として活躍することができれば、アミールなどに出世することもでき、その実力をもってして、王朝を打ち立てることもできた。エジプトのマムルーク・アサ。 インドの奴隷王朝がその典型である。2014年、イラク北部に展開した過激派組織アイソルは、ヤズ・イーディ・京都の住民を多数拘束。女性を戦闘員に対して分配した他子供の人身売買を始めた上で、同年10月には、奴隷制の復活を宣言した。母子、ハラムも2014年4月のナイジェリア生徒 拉致事件以来奴隷制の復活を宣言し、人身売買を行っている。ありがとうございます。